はい、ではね、あの EDX、 あのこのアンチコンタミネーターに液体窒素を入れたのと、あとは EDX の電源入れました。まあ EDX 使う人は、その前の動画見てもらえばいいんですけど、この言い忘れてたんですけど、これは8時間ぐらいしか持ちませんので、8時間切れそうになった時はまた液体窒素を入れてください。まあそんなに長い時間測定する人はいないと思うんですけど、まあ慣れてきてどんどんやりたいって人は、まあ、8時間入れてから8時間経つ前にもう一回液体窒素を入れてください、ね、で次ですけど、次はハイボールあげます。それで画面がフラフラして困るので、ちょっと三脚乗せますね。ちょっと待ってくださいね。もう液体窒素はいらないかな。そうですね、段取りはちょっと良くないので申し訳ないんですけど、今ちょっと準備しますね。はい、これしちゃった。まあね、いろいろと大変なところはあるんですけどね、しょうがないですね。エマージェンシー、あ、しまったしまった、 ACDB 切っちゃった。よっしゃ。では次ですね、次行こうと思いますね。次はですね、電圧上げます。ハイボールを上げます。ハイボールを上げますよ。次はね、よいしょっと、疲れた。でまず ACDB クのこれは切っていいです、ね、で次これになります。でハイボルテージコントローラーの HT ですね。でこれがまずね80であるか見てください。違ってたらこれで変えます、ね、まず80でいいです。80確認してください。でこの HT をオンにします。これ出ましたね。OK ですね。で、電流値見てくださいね。この電流値は 40.9 ぐらいです。それでですね、このタイプの、ものは、160kV ぐらいまでは結構安定に上げられますけど、160以上上げるときには非常に神経使います。で、慎重にやることになります。まあ、どっちにしろ160いくまでにもすごい慎重にやるんですけど、で、上げ方がいくつかあります。で、うちのところで決めてるのはこんな風にしてます。見えるかな？この、よく使う場合はこの下のようにするんですけど、普段はここに書いてあるようにします。まず80にしてから120、に上げます。それは 1kV を、6秒セックで上げていくと。いう感じになります。その次に120から160で 0.5kV でステップ5分待って、次160から180で180から200に上げるというふうになっています。ちゃんと秒数も変わっててますし、ちゃんとしてマニュアルにするとその合計時間どう、待ち時間の合計時間がどういうふうになるのかもあるので、こういうダブルチェックをします。この昇圧を間違えると異常放電を起こしたりとか、大変、この今後の操作は大変になります。であと、電流値も書いてあります。あ、ごめんなさい。これは毎日使うデータが書いてないですね。ごめんなさい。下は毎日使うデータがないです。ごめんなさい。これが、調圧のやつで、でそれで電流、その電圧を上げたときに電流値はどういうふうになってるかを示してあるものです。ごめんなさい。間違ってました、私が。なので、とりあえずこれでやれば、一番慎重に上げる電圧を上げる方法なので、これに従っていえばいいです。で、常にこの電流値を
チェックすると。で電流値が高すぎたら、10キロボルトほど下げます。ここに条件書いてあるように、1キロボルトパーステップで6秒あたりのやつで10下げて待つということにしたりします。ちょっと目が悪くてあれなんですけど、この範囲ですね、この範囲を超えていたら待って落ち着くまで待ったら、その後にまた昇圧するということになります。とりあえずやってみましょう。まず今80から120に上げます。120に上げるときはこれで変えます。ここのステップ数をまず変えると大きく変わりますけど、1以上に上げられないってますね。でここのステップもあれですね、まずですね、このステップを上げるやつを6秒にしますね、タイムステップを。でステップを1kV でこれ120まで上げます。まずセッティングです。ここはどんな風になるのか、スタートを押すと初めて始まります。で120まで上げる、でそれを 1kV ステップで、上げる秒、それを、上げるのに6秒前ということです。でトータルの時間が4分です。でちゃんとしたところですと、期間ですとこういう風に、どこまで上げてどういう風にして、どんなステップで上げて、で合計時間どんな風になるかっていうのをチェックするということですね。確実にちゃんとチェックしながらやっていってください。でこの後良ければスタートをします。でこれはわりかし早く終わるので、ちょっと例見せるために待ちます。4分ぐらいはちょっと申し訳ないけど待ってもらうんですね。あとはもう似たようなものです。ここの表に書いてある、ここのじゃあマニュアルに書いてある通り上げてくる、いけただければいいです。80から120 1kV パーセックの6秒で4分ですよっていうのをチェック。で120から160 0.5kV パーステップ、ステップで6秒前に上げると。でそれが合計で8分かかると。で5分待って、ここから160から非常に大変なので5分待って、で160から180で 0.1kV で、6秒で20分待つことになります。でここまでいくと、で 200V までいく、 kV までいくと。まあこうやって、徐々に上げていかなきゃいけないというのを覚えておいてくださいね。で電流値もちゃんとこういうふうになっているのを十分に確認していくということですね。なかなか大変なんですけれども、これをちゃんとやらないといけないです。これをちゃんとやります、もう少しですかね、結構この昇圧をしている時に電流値がね高すぎて大きすぎるといけないです、で待ったりします。でどうしてもね電流値が落ち着かなくて困るという時には多分ね、この装置のところに装置番号というのがついてあって、フリーダイヤルって書いてある電話番号があるんですね。そこに電話してで、問い合わせてください。装置についてる、コールセンター、装置について総合コールセンターに電話してください。で、装置番号を言えば、対応してくださいますんで、それでやっていくと。もちろん管理者にも問い合わせることになりますけど、管理者というか大学で管理してる人もね、もっとしっかりしたところだと、どういうケースの場合にはどういうふうにしたらいいかっていうのもちゃんとマニュアル作ってあるところもあると思います、どこまでちゃんと整備して行っていくかっていうのはなかなか難しいところはあるんですけど、わりかしここはね電圧は低いので、まあ気にしなくていいんですけど、これをね繰り返していきます。非常に待ち時間の多い仕事ですので、使う時には朝早く来て電圧立ち上げて使うといったことをしたりしますね。この待ち時間はしょうがないですね。今カッチンって言いましたね。それはさっきのあそこのところの電磁バルブが開いたところのことですね。で時折カチカチっていう音もリレーだったりします。でねバシュっていうような音がした時には放電し
して、電流値が切れて電流値が流れないな、セーフティーのためになってたりすることもありますので、ちょっと待ってくださいね、なんか安定性が悪いな。まあしょうがないかもしれないですね。なんか安定性が悪いな。うむ難しいね。ちょっと一回動かしてしまうと安定性がすごい悪いんだから、しょうがないな。あんまり見せたくないというか、個人情報を見せたくないですね。まあ期間によってはちゃんとした使い方のビデオも作ってるところがありますので、それがあるかどうかも聞いてみると良いと思います。で、今 61.2 マイクロアンペアになりましたね。120キロボルトで 61.2 で、ここに表があるように、120キロボルトに61から62ということですね。こうなってます。なのでいいですね。次のステップに進みます。次のステップは、120から160、0.5 で6秒ということですね。まず安全のためにやることは 0.5 にする。まあいいか、160までしましょう。ここはスタートを押すものではないので大丈夫ですね。で160まですると、で160チェックして、で 0.5 でちゃんとトータルタイムが今ここに8分って出てますけど、表の通りになっているかどうか確認すると8分になってますね。だから OK です。だからこれでスタートになります。でスタートボタンを押します。でこれでまた160になったら、その電流値をチェックして、で問題がなければいくと。でボルテージを減らすときは逆にこれ同じです。ここを10キロ低い値にして、ステップ1にして、ここを6秒にして、でスタートすればいいということですね。やり方はそんな難しくないです。で異常放電が起きたときも電圧をすぐ下げると、できるだけスムーズに下げられるといいです。あんまり長く放電するとね、大変なことになります。なので、皆さん気をつけてやっていただければと思います。あとはもう同じようにやっていくだけですね。その節目節目に説明していければと思ってます。電圧上げ方は大体こんな感じで同じようにやっていくということですね。